一家二年伊藤舞です。私は新城市から通っているので、電車と自転車を使って1時間半ぐらいでここに来ています。今日は学校で静脈注射などの演習をしたり、あとはリハビリや臨床検査などの授業も行っています。1日の予定としては、朝登校して授業を受けてお昼を食べて、で午後4時半ぐらいには授業が終わって、その後掃除して帰るって感じです。わかりますか？はいです。はい、ありがとうございます。楽しいなって思うのはグループワークをするときです。自分の意見だけでなく、周りのことをいろんな意見を出し合って知識を深めていけるのがとても楽しいです。先生たちがとても優しくて親身になってくれるところで、生徒目線で話してくれたり、授業を一緒にやってくれようっていう視線がすごいあるのと同時に、分からないことがあったら授業時間外でも一緒に残って教えてくれるんじゃなくて一緒に考えてくれる先生が多いので、すごいいい先生がいっぱいいます。一家一年の本田美希です。この学校を選んだ理由は、豊橋市民病院が隣接されており、渡り廊下1本で実習先に行けることは魅力だと思いました。また家からも近く、学費も安いためこの学校を選びました。この学校のいいところは、仲間思いの優しい人たちがいっぱいで、人間関係に恵まれたことだと思います。先輩方はとても優しく、困っていることがあったら親身になって話を聞いてくださったり、わからないことはいつでも聞いてねと心の支えになってくれています。生徒思いの先生もいて、改めてこの学校に入学できてよかったなと思います。私の理想の看護師像は、患者さんに寄り添うことはもちろん、積極的に学習し続けられる看護師になりたいです。二科の2年の梅木萌です。准看護学校に通ってたんですけど、なんか先生に勧められたりしたのと、あと今市内の病院に勤務してるので、なんかそこの勧めもあって学校に興味を持って、オープンキャンパスとか行ったりして、こういう学校で学べたらいいなと思って入学しました。大変なのは断トツで、レポートがすごい大変で、よりいい看護をするためにはもうやらなきゃいけないことなんですけど、一人じゃなくてチームみんなで作り上げていくものとかもあるので、なんかその大変だけど、みんなで協力したりとか、わからないところを一緒に勉強して理解し合って知識を深め合えるのは楽しいですけど、それはそれで楽しいなと思います。はい、二科一年長谷川正和です。実習がほぼ豊橋市民病院で行うので、最新の医療とか看護を学べるなと思ってこちらを選びました。あと通う通勤時間と、あとは学費の安さ、それも決め手となりました。はい、先生たちがすごく親身になって相談とか乗ってくださって、とても声かけやすい雰囲気ですね。それとても大事なことだと思ってて、はい、どんなくだらない質問でもすごく導いてくださいます。はい、そこがいい学校だなと思ってます。はい、同じ目標を持って集まってる学生なので国家試験合格を目指して
目標が同じなのでクラスの雰囲気も良くて、勉強も楽しくやれてると思います、はい。まあ、時間は2課は基本働きながらの人が多いのでどうしても時間は少なくなると思うんですけれども、そのない時間の中で自分でちょっと隙間時間を見つけてコツコツとやっていく、この3年間はその訓練にもなっているのかなと思ってます。でフォルダーと真空管サイリング2本と指示書、指示書持っててくださいよ。岩本美幸です。お願いします。教員の前に私も看護師ですので一人一人患者さん一人一人を援助するしてたように、学生が今何に困ってるとかどうしたいのかっていうのをいち早く察知してあげて、それで早く対応してあげていきたいなと思っています。看護師上がりの教員っていうことなので、学生に対しては教員というよりは看護師の先輩という目線で見てほしいなっていう考えで指導っていうか教育をしています。生徒のためにすべて、生徒が主体で生徒が一番で考えているので、そこが学生さんにとってはいいんじゃないかなって思ってます。はい、鈴木マリーです。私が大事にしていることは学生自身が自分の人生を彩っていってキャリア形成していけれる力を持ってほしいなって思ってやってます。看護師として働き続けてほしいので看護の魅力をこう学生自身が感じ取ってもらえるような工夫として、自分も看護がこう楽しかったよとか楽しいんだよとかっていうその看護の魅力が伝えられるようにしてます。人を大事にできる人を育てたいなって思って、でやっぱり人間を見れる看護師を育てたいなって思っているので、私も学生に対してはその子の子を尊重してその子の力だったりとか強みを生かしてなんかその子の力を伸ばせられるようなそんな教育を目指してます。他の学校と違って指導教員っていう教員の枠があるので、おそらく他の学校で関わってくれる教員の数が倍ぐらいいると思うんですね。といったところではいろんな看護師の感性に触れるというか看護官とか教育官に学生が触れられるのでなんかいろんな道が見えるので、そこも自分のビジョンとしていい手本となる人がたくさんいるのはメリットかなって思います。大体8割ぐらいは一科の卒業生ですと本当に8割9割は豊橋市民病院に就職させていただいているような形で、学生自身もそこを希望する学生が多いっていうのが実情ですね。こう学ぶことの大変さだったりとか知識をつけるっていうところの医学的知識をつけるといったところの難しさにどうしてもこう負けてしまうっていう時もあると思うんですけれども、誰かを支えたいとかその人誰かの笑顔が見たいっていう気持ちを忘れずになんか3年間一緒に頑張ってキラキラとした新人看護師さんになってもらえたらいいなって思ってます。待ってます高柳翔子です。実習指導を担当しています。
質問しやすいようにとか、そういうのは気をつけてますけど、やっぱりこう 病棟に行くことに私たちはなるので、やっぱり患者さんを前にすると厳しい時も必要になってくるんですけど、やっぱりでもこう質問できないとかはないように、身近な存在であるように、学生の立場で考えたり、なんでそうやって考えるのかなっていうのをまず聞いてから指導をするようには気をつけてます。全部出しすぎちゃうと空気が残って、これでみんながやっていくのは領域実習のための、実習すごい大変ですけど、今も昔も私も経験してますけど大変ですけど、一生懸命やれば患者さんから嬉しいことがもらえる時もあるし、看護師になりたいっていう気持ちも高まると思いますし、一生懸命やればこう、自分の嫌なところも見えちゃったり、できないところが見えるのが実習なので、そう嫌だとは思うんですけど、そこでしっかりこう自分と向き合って頑張れば、人として成長できて、それが結局看護師として一番必要なことなので、やりきったぞって頑張ったぞって思えて卒業するのが、一番いいのかなとは思うので、そこに卒業できるように、やれることはサポートしますっていう感じで。豊橋市立看護専門学校の副校長の小林美智と言います。よろしくお願いします。そうですね、本校の特徴としましては、大きな母体病院、豊橋市立市民病院という大きな母体病院があって、そこから医師の方々ですとか看護師の方々、特に、市長さんをはじめ認定の看護師さん等の最先端のこう知識を持った方々がまず授業に来てくださるっていうことと、あとは隣接している学校ですので、渡り廊下を通って実習に行けるという、そういうメリットもあるかなというふうに思います。方が取りやすいので、はい、でこういうふうに置くといいね。はい、いいですか、6人がおるのにずっとそこにおらんように子供とらんようにしてくださいね。子供とらんようにしてくださいね。あと学校としましては、私の前任の副校長先生の方から受け継いでるんですけれども、本校のモットーとしては、今日の患者様から今日の担当があなたでよかったって言ってもらえるような看護師の育成を目指しておりますので、知識や技術の習得はもちろんそうなんですけれども、患者様と関わる時の相手に対する思いやりですとか、そういったケアリングの心を持った看護師を育てていきたいなというふうなことで、教員全員で教育に携わっているというところも特徴かなというふうに思ってます。常にこういろんなものに興味関心を持っていて、患者さんにとって一番何がいいのかなっていうのを常に考えながら努力し続けることができる看護師になっていってほしいなっていうふうに思ってます。本校は大学と違って専門学校で3年間で学ぶというところでは、カリキュラムとしてはこうちょっと窮屈だなって思うところもあるとは思うんですけれども、やっぱり実習施設も充実していますし、教員も一クラス、担当副担当ということで2人体制できめ細やかな教育をしていますし、それ以外にもいろんな教員がいろんな場面で、関われるような係の体制っていうのもしていますので、ぜひ本校で学んでくれるといいかなというふうに思いますので、受験の、ね、選択肢の一つに選んでもらえるとありがたいなというふうに思っています。